知ら,ら e Love. Love は愛だよ。 お腹が空いた。家帰ってサラダを作ろうかな。んこれ、毎日限定50個のチーズケーキダイエット、また明日からな。ほら、お嬢さん。このリンゴを食べてみないもちろん、毒なんて入ってないよ。えええええ そうはさせない魔王サタンかねちゃん助けてよしょは。 一本飲むだけで力が湧いてくる贈る人の面影を忍ばせます世界の万年筆締め切りは7月7日消身有効です想像もできないような風景を見たい国立公園「100%植物ベースナチュラルリップ」 私、このブランドのコーヒーしか飲まない。風景とは、一つの山であったり、美しい川の流れであったり、あるいは、その土地を吹き抜けてゆく風の感触かもしれない。それをもし、自然と呼ぶならば、人間が、どれだけ思いを寄せようと、 相手はただ無表情にそこに存在するだけである。お茶をしながら猫と触れ合える猫カフェってありますよね。最近はうさぎカフェも増えています。下北沢にあるカフェでは25羽のうさぎと触れ合いながらお茶を飲めるんですよ。カフェの利用は30分ワンドリンク付けで900円から。 膝の上にうさぎを乗せたり写真撮影したり楽しみ方はさまざまです100円のおやつを買ってうさぎを引きつける作戦もありですなんとカメラ慣れしているウサギも多くて人懐っこくて寄ってきますこれからうさぎを飼うことを検討しているならうさぎカフェでイメージをつかむというのもいいですね 落語は主に江戸時代を舞台に面白おかしい物語を話す日本の伝統芸能だ。話の中に登場する性別、年齢、階級や職業が異なるすべての人物をたった一人の落語画が演じています。こんにちは。 当社にお問い合わせいただき、ありがとうございます。あなたのプロジェクトにすべての言語で完全なボイスオーバーつけるための最良の方法。もっと当社について知りたい方は、1を押してください。プロジェクトを送信したり、当社のセールスチームと会話をしたい場合は、2を押してください。 おかけになった番号は、電波が届かない場所か、電源が入っていないため、かかりません。ただいま、留守にしております。後ほど、おかけ直しください。ただいま、電話に出ることができません。ピーという音の後に、お名前とご要件をお話しください。選択してください。ボタンをタッチしてください。 画面をタッチしてください。起動します。起動しました。終了します。終了しました。読み込み中です。しばらくお待ちください。データを読み込んでいます。本日はご来店くださいまして。 誠にありがとうございます当店では2階専門店フロアにおきましてこの時期限定の大特価セールを行っております。目玉商品の一例といたしまして赤い値札の商品が最大50%オフなどいずれの商品も数に限りがございますのでどうぞお早めに商品をご確認くださいませ。まもなく 大口、大口。お出口は右側です。この先、電車が揺れますので、ご注意ください。<ピッ>ご来店中のお客様にお呼び出しを申し上げます。東村屋からお越しのクラター様、東村屋からお越しのクラター様、お伝えしたいことがございますので、失急。 一回サービスカウターまでお越しくださいませ。白雪姫は雪のように肌の白い女の子でした。生まれて間もなくお母さんが亡くなりお父様である王様には新しいお妃先が来ました。お妃先は自分が世界中で 一番美しいと思っていました。不思議な鏡を持っていて、いつもこう語りかけていました。日本の病院には4号室という病室がないところが多い。4番目の病室は4号室ではなくて5号室になっている。4は死。 同じの音を持つので避けられているのだ。病院によっては4階に病室を作らないところもあるそうだ。日本語の文の高さの動きはアクセントとイントネーションが合わさってできている。従ってある文のイントネーションが具体的にどういうものかを言うには文の高さの動きから アクセントによる高さの動きを除いて考えないといけない。つまり、イントネーションのことを知るには、アクセントの知識も必要となる。